はい、ということで皆さんこんばんは、リージョーでございます。 YouTuber というものにはですね、没動画というものが存在します。全 YouTuber です。企画を考えた段階では、あ、これ絶対面白くなるわと思って、いざ撮影をすると、あれ、これちょっとやばくないかみたいな雰囲気になって、まあ一応撮り終わるんだけど、そのまま上げずに終わると。数ヶ月前にですね、皆さん没動画の動画を一回公開したらですね、意外に好評で、理事長さんにもこういう時代があったんだね、動画班にもあったんだこういう時代がみたいなので、すごく楽しんでもらえたので、今回はですね、もう一本出そうかなと思います。1年前の没動画っていうフォルダがあるんですけれども、ウォーターパークかくれんぼっていうのを1年以上前に撮影しています。見てください、皆さん、2021年7月12日フォートナイトの動画班がまだロブロックス動画班に変わったばっかりなんですよ。だからロブロックスに慣れていないので、動画班もどういうネタをすればいいか全然分かってないと、かなりひどいですねなんか、いや面白かったんだよ、編集したらちゃんと面白いんだけど、撮影時間多分1時間以上かかってるのに、動画になってるの6、7分ぐらいなんですよね、っていうのもあるので、まあ、ぜひともね、ちょっと短い動画なんで楽しんでいただければいいのかなと思います。はい。今後もですね、皆さん、こういった没動画たくさんあるので、見たいっていう方がいれば、ぜひともね、高評価をポチポチと、あと感想コメント書いていただけるとすごく嬉しいです。それでは、没動画みんなで見ていきましょう。どうぞ。はい、リリチョウです。ということで、やっていきましょう。大喜利かくれんぼ。今回は、めちゃめちゃ巨大な、ウォーターパークでかくれんぼ。俺と一人助手で、じゃあノットで行こう。今回はノットで行きましょう。じゃあノット僕と一緒に探す感じで。これウォーターパークで遊べるのかな、これ。そもそも。ついていけません。天月さん大丈夫ですか？多分ラグすぎるのか。なんで男、あ、来た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 、おほほほすげえ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 、いや懐かしいな、が小学校の時お父さんと行ったな、うわー、はい、今回はここでかくれんぼをやっていきたいかなと思います。ということで皆さん、じゃあここで大喜利かくれんぼやっていきましょう。隠れるかつ大喜利をやってください。はい、ということで、じゃあ探していきましょう。25分にして、まああまりにも見つかってなかったら5分延長でいきましょう。じゃあ25分スタート。まあ、まずこういうとこいるか、いる、その水の中いる、いないね。はい。恐ろしい広さでしょ、これ。さあ、中行きましょう。3人ぐらいいた。マジで？え？全然俺見つけられなかったぞ。まず、ここから行きましょう、シンプルに。意外にな、いててててて。ゼロ。何してんだ、これ。バスケットボールを入れるゲームみたいな感じでしょ、これ。ダンクしたかったんかなってわかんねえ。ゼロ。規制かかっちゃった。なんか言おうとしてたらしいけど、なんかダメなワードが入ってたらしい。絶対ダメだけど、ちょっとやってみたくなるランキング、第11位、侵入。11位なんだ。1位じゃないんだね。残り探していきましょう、じゃあ。まだいるかな、このナイトのところ。いないな。まあ絶対ここ入ったら滑らんといかんのか。途中で止まれるとかないもんね。あ？いらっしゃいませ。あ、すいません。これ何が売ってるんですかね、これ。なんか、うん。売ってます。何が売ってるんや、だから。すみません。じゃあ、なんかください、じゃあ。セノビック売ってる。ウォーターパークまで来てセノビック。売ってます。なんで売ってるんだよ。174。嘘でしょ。え？天月？ 174？ 俺、天月より身長ちっちゃいの、俺。俺、169なんだけど。ザーコ、ハート、やかましいわ、マジで。いいですね。この部屋の中に結構いるんじゃないか？こういうとこはいないな。こういう隙間とかよく見た方がいいぞ、ノット。滑り台っていうのかな。多分その滑り台付近でステイは多分できない。絶対滑るようになってるんで、その滑り台の中に隠れるとかは多分できない。あ、こっちの上ね。確かに。なんか一人ぐらいハイドしてそうだよね。あ、この巨大な、何これ、ウォーターパークの屋上行ってみますか、じゃあ。せっかくだから滑るか、ここじゃあ。滑れねえわ。関係ない話なんだけど、最近仲のいい友達に彼女ができた。で、そのことを先々週の土曜に遊ぶ約束をしていたんです。で、その日は4時に待ち合わせ。なのに、うん。その子は遊ぶメンバーに入ってた彼女と一緒に1時間も遅れてきたんですよね。一応聞いてたけどさ、動画で。これ話の終着点ないとかじゃないよな。大丈夫だよな。ラドン見つけたぞ、お前。ラドン。おい、ラドン見つけたぞ、お前。今日学校で会話した？学校クラスの人間と会話してない。友達とさ、こういうなんかウォーターパークみたいなの行ったことある？ない。まあまあ、ラドン君頑張ろ、頑張ろ、とりあえずな。俺らがいるじゃん。え、リリチョウ動画班いるじゃん、20人ぐらい。ラドン消えた。
大人間さん、何してるんですか、あなた。一人で眺めてると、何してんだ、こいつ。乗りますって。あ、ちょっと待ってください。後日、その友達の双子に遅刻した話を、某人間後日、その友達の双子に遅刻した話をすると、聞いた話によると、あいつ、2時に家出て行ったぞって言ってました。これが一体何を示しているのか、お分かりですか？つまり、彼は彼女と、した挙句1時間も遅刻してきたわけです。これで私の話は終わります。ありがとうございます。言うのタイミングが悪いから棒人間のネタが潰れた。見てほら悲しそうな顔。めちゃめちゃ悲しそうな顔してるで棒人間。なんかあるか棒人間他に。てん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 。なんかめっちゃぴょんぴょんしてるやついるぞあれ。かくれんぼを放棄して大喜利に特化しようとしてんのか。ちょ、ネタが楽しみだね。ここでーすって言ってるぞ。はい、ポテト発見。今回は、カップラーメンを利用してカップラーメンを作るよって。なんで同じこと2回言った？これが何々構文だよ。やめとけ。ポテポテさーん。これがなんか一番長いウォータースライダーらしい。やっていこうかじゃあ。おー、すごい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 。あれだよな、これが果たして、なんかやばくなってないこれ。ほら、頭打ってるで、ほら。おい、場外に一人ぐらいいるんじゃねえか？うわ、こっち出れるぞ、ほら。場外出れるぞ、これ。ウォーターパーク場外いるか、ちょっと見るか、遠距離で。あ、こっちも行ってなくない？まだ。真っ暗闇だけど、特に何もない感じか？何もないな。ここ？なんだ、これ。これなんだ？この場所何なの？おい。なんだろう？来ないでもらっていいですかって。いる？本当にいる？こんなとこにいたのが監督。あー、監督助けて！よし、来て。ウォーターパークといったら監督さんですよ。ほら、ディズニーランド大好き人間だから、年間パス買ってるぐらい大好き人間ですから。タイムアップでーす。多分、これでラストだね。寝た？寝てる？いや、動いてたよ。動いてたよ。グーグーじゃねえよ、お前、絶対ネタ思いついてねえから、今回のこのテーマパークどうですかって感想言わせようとしたのになんで答えねえんだよ。意味がわかんねえ。じゃ、リトルから行こうか。リトルどこ行った、お前。バスルーム？うわ、バスルームとか入れたの？俺、あれじゃん、かくれんぼってやる。これ、大喜利しようとしてたわけじゃん、これ、リトル。うわ、悪いことしたな。ちょっとやってもらおうか、せっかくだから。やっていいぞ、リトル。入ってきて。あ、わかりました。はい。トイレに入ってくる。はいはいはい。入ってきたよ。はぁ、せっかく遊びに来たのに、パリピしかいないじゃん。どうせ僕なんか、教室の隅にいる陰キャだよ。はぁ、もう帰ろうって。待って、インターネットエラー起きたんだけど。どこまでもリトルの邪魔をするのか。はい、じゃあ、ユー、どこ最後。なんかラグそう。めっちゃラグそうやぞ、ユー。そう、もう一本取りたかったなぁ。まあ、全然、ストックあるから。ここ入るでしょ？わかんねえわ。この中にいたのか、じゃあ。ちょっと、ユー、お前さ、もっとネタしろよ、ネタ。お前、こんななんか卑怯なとこ隠れるぐらいだったら、おめえはネタ担当だろうが、まあ、突撃部隊だろうがよ。あまりにもバグが多すぎたんで、ちょっとあれだったんですけど、まあ、動画ではちゃんとなってると思うんで。はい。じゃあ、また次回やっていきましょう。じゃあ、お疲れ様。バイバイ。どうでしたでしょうか。実況者っていうのはですね、こういった失敗っていうのをね、何度も経験して成長していくものです。そしてね、できたのが今の動画班なんですね。もうスキンも全然違うわ。ネタも全然違う。1年でこれだけ成長できるんです。よかったら皆さんも YouTuber やってみませんか？ということで今日の動画は以上です。お疲れ様でした。バイバーイ。